ております。さあ早速第2ブロックの第1試合始めていきたいと思います。それでは参りましょう。波動ファイト。さあまずはラフモンスターズのステータスからご紹介していきましょう。1番奥川イカハチ選手3241、そして真ん中スグル選手1135、手前オッズ選手5311、対するアインプロジェクト1番奥川純選手4321、真ん中竹選手1135、そしてトールくん選手も5311といったステータスとなっております。さあ3人中2人が同じステータス同士というわけなんですけれども、早速ラフモンスターズが3点リードを取っております。さすがの5311ですね。本当ですね。本当にね、オッズ選手も5311命中率すごい高いですから、はい、ここしっかり抑えながらシールドを割りながら攻めていきたいですね。さあ残り時間は30秒。さあシールドを張る前にしっかりと点数を取っていきます。そこで張っていくが、オッズ選手止まらないぞ。残り時間は15秒。ここで5点差、なんとしてまずは1点を取っていきたい。さあまだ重ねる、イカチ選手も取っていく。3秒前クリティカルヒット、試合終了。8対0、ラフモン